不如我们痛快地结束这场折磨。您说呢？我只是来港的，演讲的。可是已经有人替你去了。高木と申します。高木先生。尊敬明けておりますああ。まだ進学に勤しんでいた頃、あなたの余命進学に関する本を何度も読んでおりました。身に余る言葉。私はただ中国文化に少しばかり通じておるだけです。学園生は。ですので、あなたに協力していただきたく将軍に読んでいただきました。今回の任務は、あなたのような中国使が必要です。中国通とは呼べませんよ。 ただ上海で数年生活していましたので、こちらの文化、社会に理解があるだけです。大学の講義は多くを要求されませんからな。誰も彼もが細部の真実性を追求したいわけではないですからね。講義の成否というのは、それは講義者が講義者自身と聴衆の興味を喚起できるか否かにかかっております。 少佐の今回の任務はきっとうまくいくと思いますよ。面倒かけます、高橋先生。可能我不该把你单独关在这间审讯室里，这样会减少你的恐惧。我应该把你跟他们关在一起。 让你亲眼看看你的同伴是怎么死的。